く覚えてきた。火を探さねば。またこれか。火を探せねばって言ってるんだけど、もしかしてこれ関係してるのかな、やっぱりさ、消えの方の。ちょっとこれやりますか。はい。火をついてくれ。念じてるだけじゃダメだよ。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。あ、もしかしてこう干木に火をつけるみたいな、そういう行動があるのかな。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から上岳の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父上岳の崖を登りて穂村包みし岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども、己神はこともなし。暗示出したるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふう民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふうこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技をつき、対馬の民をなで切りに。あれか。されど噂の聞こゆるは上岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。え、だけどさ、剣でさ炎を受けるとさ生くらいになるよ。話の真偽を知るために山を登るのか。滅相もない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで、光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。なんかね、使ってくるやついるよね。盾兵のさ、すごいやつ、黄色い盾兵か、使ってくるよね、確かにね。だけどさ、剣ってさ、ほら焼き入れてあるもんだからさ、火がつくと本当に生くらになるよ。そういうのは再現されてないんだよね、きっとね。あれ使えんの、あの変な技。まあなんか防御は虫っぽいんで、それはいいかもしれないか。上岳山を登れって、これのことなのかな。あ、火あったね。うん、干木に火をつけるみたいな行動があるのかもしれないから、ちょっと今度見ておこう。こう行けばいいのかな。凍えてきた。ちょっと待って、そこの火使えるのかな。どうにやればいいんだろう。なんかこう寒さゲージみたいなのもないし、よくわからないんだよね。まあそれは寒いのはわかるけどさ、これで体温まったんですかね。今ちょっと馬やベダーみたいなのが歩いていくね。凍えてきた。あれ、また凍えてきたって言ってるな。早く体を温めねば。え、さっき温めたけどダメなの。あ、ちょっと、いや、なんか凍ってきたし。火はないのか。あ、火あるね。あ、これ大丈夫なのかな。あと犬がいるみたいだね。また？しばらくここにいる？
そこまではよし。寒いな。そこからどうするのかっていう、なんか登れるとこあるはず。ここどこか。早く体を温めねば。あ、これか。すげえさりげなくて分かんなかった。このままでは凍える。じゃあ次どこみたいな。こっちかな。あーどうも。この犬は何なんだろう。何の犬なんだろうねこれ。火はないのか。あ、それかな。さあ、火のそばへ来てください。あ、なんだ、誰かいた。それ例の浪人か。助かった。お主は無事か。心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ。答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。やだな。せっかくの剣に火をつけちゃうなんて嫌なんだけど、ゲーム的にはねかなり有効っぽいですよね。あれ何しろ防御無視だもんな。防御無視でランダム切れるんだったらすげえ強いはず。で、問題は記録をどのくらい消費するとかっていう、そういう実際問題ですよね。このままでは凍える。それか。焚き火があった。どこ焚き火どこ。あ、火をつけるか。ちょっと待って、火つけられないよ。はい、ついてくれ。これほど寒いとは。山登りする格好じゃないもんね。何度も言ったけど。さっきも言ったけどさ、明らかに格好間違ってるもんね。鉄板があるね。ほんとそっちか。ちょっと待って、何かある。何があるんだ。これか。ついたものは、1個目だけでは。この3、ちょっと待って。一個見だけはこの寒さに勝てない。疑問は残る。いただきに眠るという答えにはたどり着けそうだね。空手で帰るしかないか。うん。凍えてきた。早く体を温めねば。火はないのか。あれ、よし、こっちかな。あ、焚き火までたどり着ければ。さらに踏みがあったっぽいですけど、まあいいや。死にそうじゃないか。早くつけ。いい気持ちだ。やばい、いい気持ちになってきた。山ではそれ危ないんだよ。死ぬ思いするかっつって死んじゃうんだから、ちょっと回復はしておこう。たどり着かんと歩みたる試練の旅路は道連れもなし。大丈夫だよ、文章書いてる余裕があるんだから。じゃあちょっと一筆っつってさ。あー、ダメだったっぽいね。結構覚えてきた。あ、クマがいる。早く体を温めねば。クマやだな。ちょっと気力使うのバカバカしいから。あ、ちょっと待って。もうめんどくさいこれ。
で、どこに行けばいいんだこれ。足場がどこにあるかわからない。熊の先かな、こっちか。よし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 。かような地に道場。え、よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井陣だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。穂村の剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。小石？とりあえず死ぬところだったね。いや、死ぬところでしたね。あやつと剣を交えれば技を得得できる。小石何に使うんだろうね。村の剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。 R1 で。ああ、どんどん剣が悪くなっていく。炎に身を捧げるのです。村の剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。立ちなさい。炎に身を捧げるのです。そう、さてここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。いや、地味に大変だった。地味に大変だった。うん、油1。あ、待って待って、これ、あ、やっぱなんか消費するんだ。よくぞご無事で。命を落としかけたが、穂村の剣得得したぞ。火は操れるものではありませぬ。何とぞ恩義を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。はい、消えぬ炎。やっぱりなんか油を消費するんだ。あ、先人の面法、せっかくだからつけておくか。よく見えないけど、あ、なんか、あ、すげえ、鼻がすげえ。つけておきましょう。うん、これなんだ。あ、刀装具ですか。なんかこう変わったデザインだね。
今ちょっとボコボコな状況なんですけど、そこ山道っていうのがあるから、多分もうこの拠点行ってみようか。せっかくだから記録貯めておかないと、あと回復をしないといけない。チュハルゴダルムンバイスタチュラー。もう一人いる。はい、とりあえずこれで満タンにはなったね。はい、来ました、拠点。なんか条件あるのかな。煙玉ですか。犬がいる。犬殺しとかないとな。そんなに大きな拠点じゃないから、煙玉はさっさと使わないと。とりあえず一人とかで良さそうだね。レギオン発進だ。来た。ネギオンパンチ。チハロ。ボス戦で有効あったりするのかな、もしかして。犬ずいぶんいるね。おっと、どこに。上か。はい、こいつを全部か。ってことで制圧しましたね。まだこの辺り何かあったりするのかな。あ、そこ村がある。でも戦闘基礎もないか。まあという感じらしいね。じゃあ次どうするかって感じですけど、ここ目指してみる。石膏の集落。なんかある。あ、名宝だ。死神の名宝。
つけるのはいいけどさ、傘でよく見えないね。こんな感じなんだ。つけようか。火ついてるな。はい、来ました。うん、捕虜を救え、障子越しの闇討ちで一人倒せ。いや、ちょっとそれはね、難しいね。とりあえず見えないね、人が。クナに切り替えておこう。障子越しの闇討ちってさ、運だよね。障子の前に来てくれないと成功しないもんね。レギオン発進だ。チェユーハルさん。あ、結構来るね。チンハルを。ザ敵。失敗した。待たせてしまったな。やっと自由だ。さあ早く逃げよう。さっきこう誘導した時に連殺すればよかったんだ。そうだよな。今度それか。ここは障子越し試せそうではあるけど、騎兵がそこいるね。スカート馬で塞がれる。あ、ダメだ。今回誘導うまくいってないね。忘れません。道中気をつけよ。もう少しスマートに行きたいところじゃない。犬この辺りにいるぞ。どこにいるんだ。それか。次どこだ。あれ、闇討ちできなかった。
かな、無理やり誘導が全然うまくいかない。上から来ると思わんかった。このことは生涯忘れません。さあ早く逃げよう。あと一人っぽい。少し障子越しできる最後のチャンスか。けどまあちょっと無理だよね。こっち来なね。なかなか誘導されてくれたいね。もういいか。あら、サムだ。レゴメットハラだ。サムだ。あれ今回も無理やりじゃんか。こいつは。よし、動くな。お侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのですが、あなたにお預けするべきですが。それはハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らずよかった。うん、ベルト。はい、ってことで制圧したね。あれだね、誘導がことごとく失敗するっていうスリリングな回だったね。でさ、山の上になんか社がある。ちょっと行ってみるか。どうぞお気をつけて。ジンくん何やってんの、さっきから。その手つき何なん何やってんだろうね。猛録したかなってことでね、これか。多分それ神社だよね。ちょっとそれ行こう。あ、ちょっと待って、なんか情報あるよ。佐護の街道で恐ろしい光景を目にしてしまいました。また猛虎が民を虐げておったのだな。あれはひどいものでした。あいつらは父親が見ている前でその息子の亡骸を木に吊るしたんです。父親の叫び声が耳から離れません。それは捨ておくわけにはいかんな。うん、これか。うん、距離的にかなり遠いですね。だいぶ南です。まあ後でやりましょう。あ、お風呂じゃないか。温泉が気持ちよさそうな光景だよね。武士の教え。叔父上は民にとっての手本。戦場の外でも誉れある行いでずっと守ってきてくださった。忘れてはならんこと。あ、ちょっと気になってることなんだけど、鎌倉武士とさ戦闘になるのかな。
こう追ってかかってる様子はないよね、現状ね。ちょっと待って、もう一回ちょっと馬乗りたいだけなんです。二プロ目を浴びてしまった。こんなところで吊るされちゃったんだ。首切られた上に吊るされちゃったんだ。あ、でも特に何かあるわけじゃないのか。安らかに眠れ。なるほどね。あ、そこなんだっけ、灯台っていうかあるんだね。割と近いと思うから行ってみるか。はい、お掃除完了っと。まあ敵を誘導するにはさそうな地形ではあるな。はい、かかり火台来た。あれだ、敵いないね。あら、あ、蛍光台があるらしい。あれか。うん、うん、ここまで一回行けたね。あ、なんと一回で行けた。ついにニュータイプとして確定しつつある。あ、ノリオ、時が見えるみたいな。さあ、ここ拠点になってるかなと思ったけど、そんなことなかったね。余裕で奪還できましたね。うん、っていう感じでね。あ、ちょっと待って待って待って、かがり火台と拠点見つけたっぽい。それ明らかに拠点だ。それぶっ潰しとこう。近辺に敵へなしで、その奥にいるのか。これって茂みとして使えるのかな。ネギを発信だ。あ、使えるかもしれん。ネギを発信。おい、うどくくちゃはるか。あ、強い。あ、ダメじゃんこれ。ダメですね。しょうがないな。これ何か壊せた？
よし、やっぱりかなり強いな。あの体調が強いんだな。 こちらが攻撃避けてくるってきついね。あっ、よし、奪還したね。